どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日は、久しぶりに穴を掘りながら雑談をする回にしようかと思います。収録日は2019年4月8日の、収録です。新元号が発表されたりとか、世の中的にはいろいろとあったんですけど、私はちょっとアルバイトとかをしていて、あんまりマインクラフトとかをする時間はない感じでありました。まあ、久しぶりにここの穴を掘りながら話そうかと思うんですが、最近、パチスロをまた、変わらずやっておりまして、勝ったり負けたり、基本ちょ玉でやってる感じなんですけど、勝ったり負けたり繰り返してるんですが、つい先日今話題のリゼロをやってきまして、6号機のリゼロから始まる異世界生活のパチスロを、やってきました。で、基本的に私が行ってるホールっていうのは6号機とかに設定は全然入らない店なので、正直その打つつもりは全然なかったんですけど、なぜだか300ゲームぐらいでやめている台があったので、お金が足りなくなったんでしょうけど、調べてみると200ゲームぐらいからもう期待値あるみたいなものが出てきたので、ちょ玉でできますし、白ゲー攻略戦1回をなってやろうかなという感じでやりました。白ゲー攻略戦に行って1割メダルはちょっと増えるんですけど、基本的にラッシュに入らないとそこからメダルが増えることはないっていう感じなんで、1チャンスゾーン、そして1回ラッシュ入れば期待値的にプラスっていう感じでやってきました。実際多分設定1だと思うんですけど、設定1で1ラッシュの平均がどれぐらい取れるのかわからないですけど、もし伸びに伸びたとしたら2400枚も夢じゃないってことを考えると、チャンスゾーンハイエナするのは悪くないかなっていうのがやってみた感想です。実際にその306ゲームぐらいから打ち始めて480何ゲームぐらいで当たったんですね、チャンスゾーンに。なので投資は200枚ぐらいで当たりまして、結局ラッシュには入らんかったんですけど、チャンスゾーンのベル5回で増えたのと、200枚目の前半ぐらいで当たってたので、回収は120枚弱ぐらいありまして、マイナス80枚ぐらいで終われて、ラッシュ入らなかったんで、プラスになることは絶対ないんですけど、なかなかいい体験でした。そもそも300ゲーム台でやめるなんてことはありえない台なので、有利区間リセットを一回挟んで、最初のポイント特化ゾーンを終えてカードを見て30ゲームぐらいでやめるっていうのが一番現実的でしょう。ゾーンを見るとかそういうのもないことはないでしょうけども、300ゲームまで回したんだったら、ラッシュ入ろうが入る前が次の白ゲー攻略戦まで回す方が絶対にいいに決まってる台なんで、300ゲーム台でやめてる台を拾えたのは、ラッキーでした。ラッシュに入ったらもう絶対にプラスだったんで、もっともっとラッキーだったんですけど、残念ながらそれは叶いませんでした。しかし、正直ほとんどゲーム数解除で、低設定はもう、モード A の天井行きまくりっていうのを、話に聞いてるのと実際ホールのデータを見ているのを考えると、自分で打とうなんて気は全然起きない。自分で朝一から打とうなんて気は全然起きないんですけど、ただ、打ってみて分かったのは、これは確実に面白い台だということでした。
まあ6とは言わなくても設定4とか3とか、まあ、どういう挙動するのかわからんですけど、まあ、ある程度設定を使ってくれるホールで打つのはありなんじゃないかなと思いますね。ただまあどう考えても全国的に置いてある店はほとんど設定1で、ほとんど設定1か良心的な店は、まあ、設定2を入れて偶数示唆演出が出て余計粘っちゃうみたいな、まあそれが良心的かどうかわかんないですけど、まあ、ほとんど1か2なんじゃないかと思われます。ただまあその設定がどうだったかわからないですけど、一撃4000枚ぐらい出ている台も状態もたまに見かけるので、まあだからモード以降に恵まれて白芸攻略戦をうまいこと2連続でぐらいでやれたら、まあ2,3000枚バンといくようなパターンもあるみたいです。ただその4000枚出た台が高設定なのかといえば、その4000枚出て打ち手が変わった後に、まあ、そのまま一気に2,3000枚、2000枚ぐらいかな、一気にへこんでたりとかするので、まあそういう台ですよね、なんていうか。もうそのほとんどがゲーム数解除でしかチャンスゾーンに行かなくて、モード A の天井が 2,3 回連続で選ばれてしまうと、それだけでマイナス2000枚ぐらい突入して、箱ゲー攻略戦だってその撃破率アップとかのいいのを取れなかったら結構シビアな戦いになるはずですから、まあ6号機で高射光性遊戯機器に指定を食らうとしたらリゼロなんじゃないかと思いますね。ただ波が荒いだけじゃなくて面白いっていうのも高射光性機器に私は大事な要素だと思うので、一回ハイエネで撃ってみただけでもその面白さ、まあ演出とかですね、演出とか、まあボタンプッシュであるとか音とか、まあ、それらを考えると、まあ面白い台だなと思いました。ただし私のホールは設定が入らないと思っているので、狙いません。もしもまた300ゲーム台ぐらいでやめてる台を遭遇したら、まあ間違いなくその入らなするでしょうね。ちなみに私は撃破率は 68% まで上がったんですけど、残念ながら、3戦突破することはできませんでした。2戦目で負けました。68%、まあだからじゃんけんで負けないぐらいの愛好か勝つかの確率なんですけど、まあ2戦目でダメという感じでしたね。 68% ですらそんなありさまですから、もっと低いパーセンテージだったらどんな風になるんだろうっていう感じです。ただまあ 68% 以外のところでも勝利の抽選とかがあるので、まあ実際は多分68よりは高くなるんじゃないかと、まあその辺込みで68という可能性もあるかもしれませんけど、いやー難しいですね。ただしまあ何でしょう、一応直撃であるとか、そのリゼロポイント1000ポイント貯まった時にすでに白芸を撃破するアイテムとかも出てくるみたいなんで、全然その通常時に夢がないかといえばそんなことはないと思うのですが、私はどっちかっていうとその A プラス ART とかが窓かまギャグ2を一番打ってるので、その関係で A プラス ART とかが好きなんですけど、ゲーム数解除の台とかはもう回して当てることが前提になってるのであんまり好きじゃないんですよね。周期抽選とかもそんなには好きじゃないんですけど、ただしまあ周期抽選は例えば周期短縮とか、まあその引き次第でその抽選にが行われるまでがまあ早くなったりとか、そういう要素があるので、まあ結構好きなんですけど、リゼロに関してはまあゲーム数がどこに選ばれるかっていうのがまあ有力感がセットされた時に決まる仕組みなので、ちょっとそれは何が選ばれたかわからない状態で760何ゲームとか回すんかっていうような話になりますよね。
まあだから700何ゲームまで行くと、そのリゼロポイントがよく溜まって、その撃破率アップアイテムとかがたくさん手に入るとかっていうこともあるんでしょうけど、でもちょっと僕はやっぱり朝一からは打てないなという感じです。まあ設定は多分はい本には入ってないんじゃないかなと思いますね。で今日一撃じゃなくて、あのなんだかんだでプラス5000枚ぐらいまでいってる台があったんですけど、それもまあ設定的にどうなのかはわからないですね。ただなんかそのリゼロがまあ全国的に人気が上がってるみたいなんで、そろそろうちのホールはあの転売するんじゃないかなと予想しています。ぶっちゃけリゼロは最近入った6号機では稼働は高そうなので、でまあグラフはほとんど毎日マイナスなんで、正直まあホールに置いといてもいいんじゃないかなって思うんですけど、それよりももし中古価格とかが高騰してたら売るのじゃないかなと予想しております。ちなみにそのリゼロをハイエナする前はチョ玉が1万5000枚ぐらいあったんですけど、まあハイエナなんで仕方がないんですけど、まあそこからマイナス100枚ぐらいになりまして、今日もあのチョ玉再プレイが無制限だったんで合算のいいジャグラーを打ってきたんですけど、まあちょっとなんだかんだで、マイナス300枚ぐらいになりました。合算が6ぐらいになってるファンキージャグラーを打ったんですけど、ちょっとまあ考えられないぐらいの子役確率が悪かったんで、もしかしたら設定が入ってるのかもしれないですけど、これは危険だなっていう感じがしたので、まあ、投資400枚ぐらいのところで最後にレギュラーを引いて、そこでまあ見切りやめをしました。何ゲームか、600ゲームか700ゲームぐらい回して、ファンキージャグラーですけど、ビッグが1の、レギュラーが3引いたので、まあ、その、設定差っていうかね、低設定で出にくいレギュラーを、そのわずか700ゲームぐらいで3回ぐらい引いたので、でもしかしたら、高設定だった可能性もあるんですけど、何しろブドウが悪すぎたっていうのと、あと今日は平日なのに再プレイ無制限日だったんですね。で、そんな日に、高設定入れるのかなっていうような疑問がまあ勝りまして、で、もしかしたら設定5とか4とかあったのかもしれないですけど、まあ、何しろブドウ確率が、7.1 とか、7、800ゲーム合わせて 7.1 とかだったんで、これはやべえなっていうことで、やめました。本当に最初の50までビッグを引いて、その時やめたら、バリバリにプラスだったんですけど、まあ、設定狙いをしていたのに、ワンピックでやめるなんてことは、まあ、ありえないわけでして、ちょっと、まあ、そもそも打ったことが間違いだったパターンですね。はい、と、そんな感じで最後はちょっとジャグラーになっちゃいましたけど、この辺りで、今回の動画は終わろうかと思います。リゼロ、面白い台ですけど、私は多分あんまり打つことはないでしょう。もしかしたらこの間が最後になったのかもしれません。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。